こんにちは、柳明奈です。今日は TEDx 東京 YZ の招待作品として呼んでいただき誠にありがとうございます。関係者の方々はアカデミーやカンヌに並ぶ場だと聞いております。では今日は少し物語を話していきます。柳明奈の映画で世界を変える、ある魔法使いの七転八倒物語。あるところに魔法を使う少女がいました。少女は宇宙や自然と会話することができて、ベランダに出ては石、月、呪文、そこに水を入れてペガサスを呼んではベランダから旅立っていました。そんな日々を暮らす彼女だけど、小学校に上がりだんだんと忙しい毎日、気づくと魔法が使えなくなっています。あれ、ペガサスの呼び方がわからない、呪文が思い出せない、引き出しを開けると薄汚れた石ころが転がっている。どういうことだと、俗世界に落とされた彼女は気づきます。夢と現実の狭間の中、彼女に希望をくれたのはたった一本の映画。同じ黒髪の少女が恐竜と冒険をするという映画を見て、彼女はこの世界しかないと、私はこの世界で生きていくと心に決めます。そしていつか自分が見たペガサスを復活させるために。だけど簡単なことではない。映画の世界、七転八倒を繰り返す。映画の門が見当たらない。カメラやってみる、撮影をやってみて、女優もやってみたし、テレビの AD をやってみても門が見つからない。なんか汚い世界、お金の話ばっかりが出てくる。こんな世界、私が夢見た世界じゃない。こんなクソ世界ぶち壊してやれ。彼女はそういう言葉を使うようになって、ああこんな世界やめてしまおう、夢を諦めるとき、転機が訪れました。世界を変えよう。井上秀幸という師匠との出会い。もう夢もないし、大学で何か学ぼうかなと思って、大学の白バスを開けた瞬間に出てきた言葉、世界を変えよう。このたった一つの言葉で少女は変わりたいと思ったんです。そう、一歩踏み出せば世界は変わる。世の中のせい、あそこが汚い、仕組みが悪い、政治が悪い、そうじゃなくて、あなたがあなたのやりたい世界を開くんです。そこで自分の中心に自分の世界を置いて、そこから一歩踏み出すことで変わっていく。自分が変われば隣の人が変わって、周囲が変わって、気づくと世界が変わっている。それにやっと気づいた彼女、自分の足で一歩踏み出してみる。私、映画を作ります。最初の一歩は言葉にすること。なりたい、やりたいから卒業して、私映画を作ります。井上秀幸先生のゼミで訪れた八丈島で映画を完成させます。もちろん簡単ではない。転んでばっかり、やったことがないことの連続。未熟な何も知らない子が映画を撮る。だけどみんなが応援してくれて、宣言して今日という日が最後ならが完成しました。でもまだまだ続く。七転八倒ボリューム2。そう、大人になった彼女、転び方半端じゃないです。ロードショーしたい、でも映画ってなかなか上映できない。どこで上映できるの？え、原作何部売れたの？いや私新人です。いやごめん、価値ないよね。それにまたまた私はショックを受けて、映画が見られるカフェ&ショップ&ギャラリー、そうだ映画館を作ろうって思い立って、映画館ビジネス。でもビジネスもわからない、マネタイズもわからない、経験がない。失敗の連続で夜の世界へ入っていくと。かつて夢だけを見ていた少女は、お金だけの本当の俗世界の中で生きていくことになる。約3年間の修行生活。そこで魔法を思い出す瞬間があった。彼女が忘れなかったことは夢を語ること。そう、夜お客様の前で夢を語る。そうすると集まってくる人は映画が好きな人、もしくは映画をやりたい人。噂が噂を呼んで、映画のプロデューサーがやってきて、映画を撮らないか。そうか、魔法を思い出した。私は映画を撮るんだったと。そう言ったことは叶うから。で魔法に拾われた日、
映画を撮ります、映画を作る、もう一度心に誓って言い続けると周りが変わっていきます。映画を応援したい人が寄ってきて、同じ思いを持った人と出会う。で、そんな友達がある時言ったんですよ。新しい世界を築くのは大事、自分で道を切り開くのも大事だけど、伝統のある場所だから古い方から学ぶのも大事なんじゃないかと。そう、師匠を探したらって。だから私は1週間休みを取って師匠を探す旅に出ます。そう、彼女は1週間の休みにとにかく師匠を探し続けました。すると旅に出て3日目、東京ある居酒屋、偶然出会った方が映画界の異端児と呼ばれる木井宗之さん。私映画を撮ってたんです。どんな映画？夢で現実を変えるようなクロスオーバーフィクションで、八丈島で、全然意味わかんない、今何やってんの、水商売です、拾ったって言われました。そしてデッチ暴行の始まり。そう、彼女はまた映画の世界へ戻っていきます。その時気づいたこと、私は魔法使いであるということ。そう、今まで彼女は全部自分が言った通りになってきてるの。ペガサスいない、出ていなくなり、俗世界に落とされたっていうから落とされる、つらいつらい、こんな汚い世界っていうから世界はどんどん汚くなっていって、だけどね、やったこともたくさんあって、映画を撮るって言えば撮る、師匠を見つけるって言えば見つかる、私は映画の世界で生きていくっていうと映画の世界に戻される。そう、言葉、意識、想念、すべてが3次元を動かすんですね。そこでもう一つ気づいたこと、みんな魔法使いである。この中で魔法使いの方、みんな魔法を使っています。いいですか？魔法を使っています。今ちょっとふと思ったこと、昨日やったこと、愚痴ったこと、全部3次元に落ちてきます。そう、自覚とコントロールさえ持てば、今すぐあなたは魔法使い。そして魔法をした彼女は天下無敵。そう、映画で世界を変わるんです。だって夢を実現するんだから。夢で現実を引っ張る、人々の意識と想念に影響を及ぼす必殺技、クロスオーバーフィクション。夢を掲げて、映画はとっても多くの多種多彩な人が関わってくるから、みんなで多くの民衆の意識をこの3次元に落とし込むことで世界が変わるんじゃないか。そして映画が終わっても、その思いがこの世界に残っていけば世界は変わり続ける、そんな仕掛けを作ろうと言って、映画館異端児の師匠と一緒にフィルムクラウド立ち上げました。そう、映画と個人の家とワールドクラウドをインターネットにぶち込んで、みんなで作る映画のプロセスエンターテインメント、古くて遅れた映画界をぶち壊し、新たな時代を切り開く。インターネット上で大きなスポンサーがつかなかったとしても、1000円を100万人から集めてみよう。その過程を全部見せながら、北極星へ向かって、必ずでも大事にしなきゃいけない映画館、映画館と連動して、インターネットの世界で世界中の人と一緒にグローバルな映画を作ろう。映画館も作ります。そう、彼女はいつも気づいてきました。再生すること、線を引いてある形にとらわれていたものを常に取り払っていかなきゃいけないんだって。そして才能があるかないかって大した差じゃなくて、全ての人は天才なのである、それに気づくだけ。あとは目に見えるものが全てでないことを知って、あなたは思い描いた通りの人生を作り演出し生きていく、それを信じれば、自分の思い描いてきたもの、歩いた道、これからの未来、これでいいのだ。これで少女の物語はここで終わり。でもこの後少女がどうなるか、物語はできていますので、ちょっとだけ見せると、映画光の船、サイエンス完成させます。これは全世界で作る映画、1000円を100万人の人から、世界中の人と作り上げて、2012年に世界が終わらない映画を完成させます。そして次回予告、デッドかな、魔法使いも恋をします。そう、家族、愛が大切、私も映画より大切だから、それをちゃんと伝えられる映画を世界で撮っていきたい。そして忘れちゃいけない、子どもの頃に描いたペガサス、宇宙、人間界、動物界、自然界、宇宙界の大合唱物語を完成させて、彼女は映画を撮り続けながら世界中で生きていきました。この物語が気になる方と、家庭を見たい方は時々柳明奈で検索してみてください。
ご清聴ありがとうございました。